皆さんこんにちは、ダイダラです。ケイトとカービィプラス、今日もやっていきましょう。さあ、今はね、ワールド3ファンタジーランド編です。ケーキとかがね、スイーツとかなんかすごいメルヘンなステージなんですよね。さあ、その今日はね、そのスイーツパークっていうステージからやっていきたいと思います。いきましょう。おいしい食べ物食べたいな。いきましょう。デビルモード。今ドーナツがチラッと見えたよね。ミスタードーナツ行こうか、みんなで。ミスタードーナツね。俺ミスタードーナツで好きなのはカスタードと黒いドーナツで黄色い粒がいっぱいついてるやつ。名前はいつも覚えられない。あれが好き。くらえ。あかん。てか今特殊能力持ってないから俺ピンチやつ。あ、待って、ワトちゃんそれもらうで。槍ゲットだ、槍。よし、ワトちゃんはね、可愛いからね。耐えたりー。いた、ワトちゃんはやるな。ワトちゃんとこのやって相撲するのが好き。じゃあな、ワトちゃん。ワトちゃんは可愛いな、今日も。さて、おー。槍もらおうかな。槍はなくなっちゃった。さ、なんかジッパーをほどいちゃおうかな。やべやー、くらっちったよ、もう、お前はー。こいつ、ねえ、地味にね、避けづらいのはタイミングをね、地味にずらしてくるんすよ、こいつ。ほんと。どうかと思うぜ、こいつのこと、ほんと。よいしょ。モンスターとしてもう嫌いなんですよ。これ、槍ゲット、槍じゃなかった、これ。弓ゲット。おい。ちょっとね、デビルがいないうちにさっさと進んだ方がいいな、これは。ね。これ何これ。あ、これ、待ち針では？待ち針。イェーイ。待ち針ゲットしました。ね。ほら。走れない、ここ。待ち針アタック。ほら、ちょっともう、こいつね、でもね、よいしょ、デビルくん、待ち針でチクチクやってたら襲ってこないっていう特性があるんですよ、皆さん。ね、地味なことですけど。で、うむ、どうしよう。道側からプリ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 じゃない、ぷよぷよしてる。かわいい。プリン食べたい。プリン俺好きで。うわー、プリンだ、プリンプリン。ねえ。プリンが降ってくる。プリン工場だ、ここ。プリンプリン、ねえ、たまんねえな、プリン。プリンプリン、よし、プリンプリン。あ、プリンプリン、あ、プリン壊せんだ、これ。なんだなんだなんだ。ねえ、プリンプリンしよう。プリンプリン、プリンプリンプリン、やったー、プリンプリン。このデビル君うざいですね。そろそろ倒しますか、皆さん。ね、あっ、潰されるところだけどトゥルンって言ってた。トゥルンって、かわいい。かわプリン、ね、かわかわのプリ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 したい、プリプリしたい、プリプリしたい。怒りたいわけじゃないですよ、皆さん。僕プリプリしたい、プリプリしたい、プリ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 するな。待って、プリプリの、ちょっと待って、ここ上すごい取るとこあんじゃん。ビーズゴッドさん、よし、プリプリちゃんのところ。うわ、ぶんな、お前プリプリすんな、こら。プリプリに注目してて全く見てなかった、敵の動き。お前こっち来んなよ。お前こっち来んなよ、デビル。割と嫌い、デビル。好きなやつはいないと思うんですけど。よし、プリ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 、よし。さあ、このプリプリジャンプいいね。やばいよ、お前。うわー、チューされた。大体好きって、ありがとう。よし。でもね、やっぱ、その、会ったばかりですぐチューするってどうかと思うで、俺。人としてどうかと思うで、人として。人じゃないか、お前。な。さあ、とりあえず宝ゲットです。ドーナツクッション。とっても美味しそうな、座り心地心地のいいクッション。え、こういうのなんかいいよね。なんか食パンのクッションとか売ってたりするじゃん。ああいう腹が減るクッションってどうなの？腹が減るのかな？ね、いいクッションですね。憧れちゃいますね。クッション俺あんま持ってないんで、いいね。よし。さて、まだ前半というか序盤な感じですね。腹が減るいいステージです。真ん中に、あれは待ち針じゃなくて、あれは、なんだろう、ちょっとな。待ち針って見たよね、待ち針。シュッシュッシュッシュってやるやつ。で、真ん中にこれあるのは、これだー。ね、アミボー。これアミボー、アミーボや、アミーボ。アミーボのアミーボ。よし。こんなことになったぜ、なんか。やったー。ほら、溶け。えい、やっつけらんないな、こいつ。くっそー。ボビンでしたっけ、ね。ポピンかボビンか、僕大だらけ。あ、ボムよー、ボブボブ、僕ボム、僕ボムボム、ボブボブです。
弾け飛べ。よし。ボクボムのボム。よし。さあ、ドーリルというか爆弾ゲットしたので、爆弾魔になりまーす。やったやつけた。ビーズがすげえとこ行っちゃったね。これ下落ちたら死ぬのかな？なので無理しないでいきましょう。バドドゥー。フラフー！回復よこせ。ありがとう、フラフー。おめえのこと嫌いじゃないぞ。よし。さあ、下は、やっぱないな、ここの道。ちゃんと行きましょう、ゆっくり。さあ、ドーナツ、ドーナツ。ワドちゃんの上にも乗っちゃって、ゆっくり行っちゃいましょう。あ、待って、上に見えたぞ、今、ワドちゃん。ワドちゃんもらうで、それ、ありがとう。ありがてぃ。ありがてぃ。で、ドーン。お前のビーズはいらん。欲しいけどね、正直言って。最悪だ、ピー。なんだ、ピーピーピー。ああ、ちょっと待って待って待って、どこまで戻すの？しかも、ビーズ、どんだけ落としていくの、それ。ちょっと待って、もう、あかんやん、これ。これ、完全にやり直しのレベルが、えぐいと思うんだけど、ワトちゃん、バイバイ。うっそやん。落としたビーズはね、もう帰ってきません、皆さん。ね。なんたらなんたらに帰らずってやつや。だいだら家に帰らず。まあ、でも、ほらほら、もう、モチベなくした大男の末路。これやってみんな。だいだら家に帰らず、帰りますからね、ちゃんと、僕は。ね。みんな待ってて。よし。家帰らんと動画撮られへんから、俺帰るから、何があっても帰るからな。動画撮るために帰るから、ほんと。えらい、俺は。よし。さて、ここなんかちょっと難しいね、操作が。地味に。よいしょ。さて、グラスランド音楽、おっと、詰まるところ、おなんか逃しちゃってるね、俺。ね。どっかのアイテム逃したい。逃しわろだらです。よし。多分ここの上かな？こっち。ここの上見てないもんね。上参りまーす。む、なんだこれは。怪しい。そこ入るのも待って、上行ってからな。うわ、なんもね、先入って上から帰ってくるのかな、多分じゃあ、これは。入りましょうか。さよならー。キュルル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 ーっと、布地の裏を通って、行くのは、どこですここ。また帰る。帰るじゃ、雲のゲロ。なにこれ、モグタンだ。モグタンだを。ん、どういうことこれ。なんか、行けやすいように削っていくってこと？ここ、階段を作ったりして。ちょっといまいちわからんねんけど。ちょっと行けそうな道を2、3箇所ぐらい作っておいと、置いとこうか、これ。わかんねえから、何が正解か。よし。ね。さあ、こんなもんでいいですかね？ん？全然わからへん。ビーズ取るだけでいいのかこれって本当は。ん、なんかあるじゃんここに隠れてるところ。えい、これめくれないの？え、全部削っとかなあかんのかな。むしろわかんねえこれ、ね、俺たちに何を要求してんだこのゲームは。まあでも、もう隠れてそうなとこはだいぶあらかた潰したのでないでしょうこれで。よしで、下も壊していける。ふむ。まあ俺も、もうこれ今回金メダル諦めてるから、正直言って。まあ、ビーズの数とか別にどうでもいいんですけど。よし。お宝さえ取れたらいいんです、お宝さえ取れたら。ふむ。あ、やっぱこれ、ここだ。あ、上行けなくねこれ。何これ。イエーイだけど。壊しすぎたかな。壊しすぎていけないかもしれん、これ。待って。うわ、いけねえくせえな、これ。くっそ、こういう時に、あの、特殊能力があればって思うんだけど、いつも。よし。あれ、もう一回待って待って待って、もう一回ゲロ吐いてもらえばよくね？それ解決では？賢いので、僕は。僕は賢いので、もう一回ゲロを吐けば、解決だと気づいてしまった。さよなら。あ、待って待って、またこれあるんだ。ぽよぽよーって変身するやつ。だったら、とりあえず削ればいいんだよ。気になるところ、ここ一個。えい。これで解決だよ、バンジ。バンジ、オッケー。バッジ、グー。多分。ダメかな。ね。ここ乗れるようになったじゃん、ここ。やったーって乗って、上行った。行ける。そう、階段作っていこうぜっていう理論はやっぱ間違ってなかったんだ、俺の。
ね。やったぜ、パフェタンス、甘い香りのするタンスだ。虫が寄ってくるんじゃねえか、怖いぜ。ってな感じでございました。まあまあまあ、OK ですね。よし。さあ、これで、とりあえず、アイテム回収というか、お宝は全部獲得できた、できましたりを。できましたりを。一応、下入っとく、これ。もう、ビーズ。なんか、ワンチャン、ゴールゲームで、可能性があるっていう感じじゃね、ここって。よし。今の、危ないことするね、俺。ね。はい、ってことで、そろそろゴールでしょうか。さあ、銀メダルはとりあえずゲットできました。よかった。あ、ゴールだ。よし、じゃ見ましょう。ペイ！これでね、赤色のやつ、一番多いやつ取れて止まってくれたら可能性あるよ。ナイス！金は？あ、ダメだった。ファイヤー。何これ？雨？なんか不思議なステージワッペンゲットした。イエーイ、ステージクリアー、やったぜー。あそこで落ちちゃったのがすごいきつかったね。あ、やっぱキャンディーだねー。キャンディーで飴の部分が下に描かれてるのってなんかすごい変な感じするね。飴好きですよ、僕。喉飴毎日舐めてますからね。よし。さあ、これでどうなる？飴をペット投げる。あ、ケーキの上について1段しかなかったケーキの2段目はピアノ、意味がわかんねえぜ。これすっげえでけえケーキできるかと思ったらピアノが出て置いちゃったよ、ピアノ。ねえ、メロディータウン。ねえ、甘いもの食べて、優雅な音楽を聴いて、ねえ、そういう感じですかね。ちょっと明日のステージの金メダルとね、ステージアペンは、ステージアペンじゃない、ライフピースは適当にやっておきます、後で。よし、それでは行きましょう。メロディータウン、デビルモードでーす。デビビールです。行きましょう。くっそー、絶対ミスらねえぞ。やっぱでも初見で行くとやっぱ難しいよね。あ、音楽が、音楽が、このステージ、デデドーンって書かれて、で、音符となって、ねえ、よし。敵を攻撃できるっていうか、アイテムとして取れるっていうのが、すごいいいね、これ。最高に癒される。さて、ボビンですね。ポピンじゃなくてボビンです。ね、文字潰れて読めないんだよね、あれ。よし。はい、ゲットです。わあ、太鼓。太鼓。音符読めねえからな。演奏できる人とかいつでも尊敬してます。大体です。ああ、ここ入るとこね。何これ？ぽよーい！おたまじゃくしとなって、泳いでいけってことか、俺は。この音符という海を。わかんねえけど、多分そういうことやな、みんな。よし。お前の汚れた音符は俺がもらっとこう。じゃーん！じゃらーん！イェーイ！ワトちゃん楽しそう。混ぜて、俺も。ワトちゃん。ワトちゃんの上乗らなあかんやつよ、これ。いけるか、これで。やった。よし。ループザループ。ワトちゃん、ごめんね。よいしょ、音符も回収できて。ワトちゃんが地味にね、ん？下なんかある？もしかして。ああ、下あるんだ、この道。よし。ゲットしておきましょう。これお宝かな、多分1個目の。ルンルンピアノ。初めてでも上手に弾けるピアノ。マジでそれ欲しくね？ねえ、ヤマハが作ってくんねえかな。ね、信頼、ヤマハに信頼が厚すぎるな、俺。よし。ヒロ！敵もビーズ巻いてくれるからね。左上のチェインがどんどん増えていくんですよね、こうやって。バヤヤーン。ね、バヤヤーン。バーン。楽しいね、こうやって音楽描く。いや、バヤヤーン。ヒロ！あ、これは針金ソードだ。いや、針金より絶対ポビンが最強だと思うんだけどな。さあ、針金ソードです。行きましょうか。えい。おーよよよよーん。おー、ハープー。ハープって実際演奏する機会ってそうないよね。いや、ないよねって、俺ないんですけど。何するんだくっそ、やっぱ、ね、ポビポビとの違って、大変や、攻撃というか、よいしょ、なんだろうな、遠距離から敵を仕留めることができないので、苦
不便ですね、めちゃめちゃ。入りまーす。何これ、はい、なんか後ろから赤いの迫ってくると思ったら自分の体だった。いけるね、よしよし、上下下上上。これ実際演奏したらどんな音楽なんですかね。あ、フラフ、あ、俺なんか道間違ったな、多分これ。あ、違う、下が、下からも来れたんだ。なんだなんだなんだ。あ、でもやっぱあるよね、アイテム。絶対取り逃してると思ったもん、今俺。よし。メロディーウッド。揺れるとメロディーを奏でる不思議な木だ。ね。部屋に緑が欲しい人はメロディーウッドを置いてみるといいかもねっていう。すげえな。メルヘンの世界はほんま。カービィの世界、ケイトのカービィの世界はかわいい、ほんと。よし。さあ、音楽奏でて。おぉ。いや、音楽奏でて。よいしょ。さあ、走っていきましょう。おぉ、どん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 、音楽が、俺たちを呼んでるぜ。ルル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 ルー。よいしょ。さあ、一周しました。おめでとうってことかな、今ので。ビーズのチェインの数がどんどん溜まってく。うわ、なになになに。よし。もう、君邪魔やで、ほんと。なんかたまに事故ってやられそうで怖くなるんだよね、あいつには。おうおう。ね。さあ、ここの上。なんかあったよね、お宝。イェイ。メロディータウンの、音楽。なんこれ。あ、竜巻トルネイドー。竜巻も強ネイドー。イェーイ、あちまれー。よし。イェーイ、音符も遠距離から取れちゃうっていう不思議なやつですね、これ。イエーイ、強いぜ。うおお、演奏しちゃおっと。で、音符全部取らなくてもいいでしょ。よし、ウェイ。ドゥルルドゥルルルルン、ドゥルルルルン。さあ、もうアイテム全部取ってるので、あとゴールするだけです。行きましょう。あ、これもあれか、なんかあのあれだ、なんていうの、トランペットみたいなやつ。よく見たら、なんだここはと思ったら、わー、取れんかった。おお、あ、取れんかった、取れんかった。ちょ待って、意外と忙しいそこ。よし、さあ、これでゴールかな。すげえいっぱいあった、いいステージだったな、ここ。音楽がね、音楽と全てが可愛い、いいコースでした。さあ、これで鳴らしましょう。どうだこれ。え、行けよ右そこ。まあまあまあ、金メダルですわ、ここ。ノーダメ、金メダル。安定でしたね。簡単だった、ここは。ここはほんとステージのコンセプトがすごい楽しかったっていう、そういうコースだったね、みんな。はい。ということで、ビーズ2400個を集めて、攻略完了でした。やったー。空気入れのステージワッペンだって、空気入れちゃう？ふうふうふう。あ、ちょっと待って、みんな見て。100個溜まったら、ここの、またなんかね、宝箱の色違うよね。騎士の甲冑だって。ね、多分ね、またあのコピー能力のね、あの帽子掛けみたいな、あんなやつがもらえると思う。まあいいや、とりあえずこれ出すね。ペイッと。それボスかな、これ空気入れ。シュッコシュッコシュッコーってね、空気入れちゃおうと。空気入れの苦手なんだよね。さあ、空気入れると、なんでねえ、パンポキンは空に浮かび、そして出てくるのはボスの部屋。ランプキン。かぼちゃ、はあはあ、多分ランプのかぼちゃなんやろな、ほんと。わかりやすいぜ。よし、では今日はこのままボスも行っちゃいましょうか。ランプキン戦です。デビルモードでやっていきましょうか。まあね、ボスはね、あの、裁縫能力あればマジで楽勝で勝てると思うので、普通に勝っていきましょう。多分ね、でもね、クリア後にボスラッシュとかあんのかな、観客ワドちゃん。で、多分ね、ボスラッシュとかですっぴんで挑まなきゃいけないときにめっちゃ苦労すると思う、俺。じゃあ、スロットだぜー。ねえ、なにこれ。やったー、揃ったー。コイン1億円でーす。違うの？こんにちは。何すればいいの？とりあえず勝負だ。ねえ、シルクハット、シルクハット、シルクハット。出てくるのはシルクハットでございまーす。うんうんうん。お、やめてやめて。え、危ない。潰されないようにするだけ。あ、外れで、外れってこと。
どれが本物でしょうってことか今の。なんでそんな言われば言われても分かんねえよそんなの。さあカード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 、どこにランプキンが入ってたか分かんなかったもんね。カードカードがここにあります。たくさんカードがありますね。ふむふむ、いっぱいありますね。飛んできますね。死にましたね。おめえふざけんなこら。最初から殴っときゃよかったんだ俺は、おめえよ。ダメージ食らったやないか、デビル。お前もうるせえ。やんのほら、もうここで攻撃しときゃええやろお前。でも見とくから、縄縄の攻撃です。縄縄ですね。何ですか縄って。ふむふむ、なになになに、え、助けて助けて、お捕まってる俺。うわ、鐘を鳴らして逃げまくとえーです。ねえ、鐘をいっぱい鳴らしてビーズゲットしろ。お、待って、鐘すげえビーズ出てるこれ。やばくね、これバグってるでしょ。あ、爆発した。でも鐘を鳴らし続けたら今みたいにビーズたくさんゲットできるよっていうステージか今のは。さあ次なんだ、ボムボムボムの袋、なにこれ、え、風呂敷、チェックカワーボム、どっちにしようかな。中から出てくるのはボーム。倒していいこいつ、じゃあな。さあこれでステージワッペンもゲット。あと倒すだけですね。変なやつ、もうあと種類的にはないでしょ。ロープか、またこれ捕まるやつよ。やめろ、俺を捕まえるな。ねえ、およぽよー、よし、さて、これでひたすらにひたすらゲットできるぞこれ。 B ボタン連打してるだけで、ちょっと待って、ビーズの数がやべえ。見て見て、ほらボムが来たら逃げなきゃいけない。もう出なくなった、なんだそれは、もっとよこせ。2800個ゲットしたんだけど、おかしいでしょこの数。シルクハットだ、どれが私でしょうってやつ。いや、これどれがおめえかってわかんないじゃん。いっちゃん下なのこれって、完全運ゲーなのかな。ねえ、それだけ教えてくれよ誰か。ねえ、もう適当に引こうぜ。真ん中なんてわかんねえほんとそれ今の。ちょっと後で動画編集するときにちゃんとじっくり見よう。さあカードだ、もうとどめ刺しますね皆さん、さよなら。ほら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 、よし、さあこれで終わりです。見事大勝利、魔法の毛糸を手に入れるぜ。厄介な敵でしたねこいつ。さあたくさんの水をありがとう。クラフマジ何もしてねえのにここだけ来るんだな、いつも。ほよー、さあどうだこれで次のステージの、かけらが出てくるんだよね。どこだろうな、次のステージって。さあ、2800個。ここのステージ、ビーズ稼ぎ、楽しかった、ほんと。クッキーのステージは、ペーン。はい、というわけで、95個のアイテムは、なんだこれ。トラベルウィンドウ。旅先で見つけた景色が映る不思議な窓だよっていう。ありがとう。窓だね、窓。よし。やった、魔法の系統を見つけたよ。魔法の系統はキラキラ輝きながら、空高く飛んで行き。どんなとこだろう次は。おう、この靴紐を結ぶみたいにキュッと締めて。海のステージだ、やべえ。大陸がつながり、カービィたちは先へ進めるようになりました。海苦手なんだよね。ああ、さあ次のここは何かあんの。旅の途中、カービィとフラッフは大きなケーキを発見。食べたい。お腹が空いていたカービィは大喜び、ものすごい勢いでケーキを食べ始めました。大食いなら僕だって負けないぞ。フラフも分けじとケーキに飛び込みます。夢中で食べ続ける二人ですが、ケーキがバランスを…食べ方がやばいよ。うわー、慌てて逃げ出そうとする二人ですが、ケーキは二人を巻き込んで崩れてしまいました。食べられないや。ほよー。お腹いっぱいのフラッフが満足そうに顔を出します。カービィまだ食べるの？すると今度はさくらんぼを加えたカービィが出てきました。くじ張ってんな。どうやらこの大食い勝負、
カービィが勝ったようです。かわいい。いやもう本当絵本だよこの世界は。でででで、どどどでででのモードをやりたいね。早くクリア後だな、そこは。もうちょっと待ってね、みんな。よし、さあじゃあ皆様、今回はこの辺で終わりでいいっすか。あ、でもあれか、100のアイテムが気になるからさっさとね、埋めちゃおうか先にね。じゃあちょっとすいません、ライフピース先開けますね、全部埋めますね。ああ、すいません、先にこれ投げなきゃいけない。ワッペンペッと投げましょう。さて、音楽の上にまた投げちゃう。2段だったケーキが3段目。3段目はソフトクリームが乗って、生クリームが乗って、オープン。クッキー状のって感じ、カカオ液、チョコレートのステージですね。次回はあそこ埋めていきましょうね。さてこれでね、この今日やったステージの取り逃しが全部終わったぽよーって感じ。レッスン行きましょう。いやー、ここのボス結構手こずっちゃったね。ノーダメで倒すの。よし、はい、ってこれで100個貯まりました。何もらえるかな。日めくりカレンダー、日が進むまでめくれる。なんでだよ。あ、違うの。集めた音楽を流せるジュークボックス。あー、サウンドプレイヤーというか音楽のね、ルームが開放されたってわけか、これ。なるほどな。ってことはまあ残念でしたじゃないですけど、まあ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 、いいもんもらったって感じですかね。もっとコピー能力とかね、旅に関わるものもらえるかと思ったんですけど、それ以外のものもいっぱいもらえるっぽいですね。よし、それではじゃあ今回はこれで終わりましょうか。次回またね、ここのファンタジーランドの隠しステージ2つをね、次回は攻略していきたいと思います。また見てください。アスパイアジャノ。